今回は散歩中にちょっとした仕事をするときに使っている装備を紹介します。集落と集落をつなぐ山道を散歩してます。家にいるとついついネットサーフィンするときなど、気分転換に散歩しながら仕事してます。スマホを使って気分転換に少しだけ仕事をするときは、スタンドがこのジョビーのグリップタイトマイクロスタンド。三脚がありまして、広げるとスマホスタンドに変身します。挟めるんですけど、あんまり挟まずに、黒いところが自分でつけた両面テープです。もうスマホを置くだけ、縦置き横置き。キーボードは Amazon で見つけた、多分 eWin の Bluetooth キーボード、二つ折りです。二つ折りではないキーボードを持って行ったりもしてます。こちらも JIS じゃないや、 US 配列。こちらアンカーのキーボード。ついつい誤って押してしまうキーはキートップ外してます。小さいのでこちらを持っていくようにしてます。普段の装備を再現してみると、セットにするとこんな感じです。とってもちっちゃい。マイクロ USB 端子があればどんな装置でもワイヤレス充電ができるようにするアイテムです。ワイヤレス充電式の、置くだけで充電開始です。もうこれを使ってるのは、もう充電が簡単にできるのと、あと重さも軽くてコンパクト。モバイルバッテリーでもう一つ紹介すると、こっちはチーロのパワーマウンテン3万mAh、 3万ミリの大容量で三角形のちょっと変わったモバイルバッテリーです。スマホが充電しながら使えます。 iPad なども置けます。これは完全なアウトドア仕様で、ラバーの保護端子までついてます。これ外せます。 LED ライト付き、ダブルクリックするとライトがつきます。電池残量も数字で表示してくれます。タイプ C とタイプ A2 個、そしてスタンドにもなる。ハイキングっていうよりもキャンプに持って行ったり、あとはもうネットフリックスをアウトドアで見るときに結構便利です。モバイルバッテリーが結構重いので安定しておけます。これがチーロのパワーマウンテン3万ミリです。椅子もお気に入りの Amazon で1500円の椅子です。1500円と安いので、もう袋が破れてきました。本体は全然丈夫です。収納するときにちょうどいいサイズです。それとテーブルはカスケードワイルドの 65g のプラダンのテーブル。これはもうキーボードを安定しておくための下の台として使ってます。椅子とこのテーブルがあれば大体どうにかなる。今回は散歩中にちょっと仕事がしたい時に使ってるアイテムをいくつか紹介しました。